ます。どんどん買っていきます。めんつゆだけでいきます。めんつゆだけで生きていける？めんつゆとなんか揚げ玉であるじゃないですか。ご飯で。あ、あるある。食べ物みたいなやつね。あれ、良さそうっすね。え、じゃあいけるじゃん、しばらく。いけますね。助かる？助かります。ネギあるし。間違いない。ネギ結構重要です。ネギあるよ。いや、でも、切るのがやっぱり手間じゃないですか。あれも買ったし包丁が取れます。使えまた使えなくなれろ。あれは使いたくなりますよね、はい、久しぶり。じゃあこっちだけ洗おうか。でこんなの乾燥ネギみたいなやつさ、なんか生きてるやつかさがない。これチャックないんすよ。あ、チャックない。チャックある揚げ玉とかある気がする。いや、わかんないですけど、思い切って開けちゃった。生姜は嫌い。生姜は、はい、これ、ちょっと待ってください。めんつゆだけで飲むやん、めっちゃ。煙うまいっすわ。最高。めっちゃうまい。徳島ありがとう。徳島ありがとう。そういうの寝たことあります？ないっす。とは向きあるんですか？ないっすよ。ないと思う。香りいいっす。え、いい？皮入れるもんですか？これを入れるもんなんですか？え、俺のせいって言われてる。これ絞ったりするの、まあ、あれですけど食べますけど、食べたことない。そうだ、絞ってもいいんじゃない。どっちでもいいんじゃない。この辺量が分かんないです。てか、この辺絞るのか。全然新しいの出してください。いただきます。いただきます。ご飯は遅くなっちゃったけど大丈夫？はい。え、めっちゃいただきます。久しぶりに言いました。マジで普段やっぱ小声で言ってるんで。一人でクラブハウスで。ちゃんと言うの一人で小声で。もう気づかれない程度。いただきますって。いや、声出さないです。あ、心で。え、めっちゃいい香り。言われてみた。育ちって持つんですか？いや、あんま持たない。皮どう？もっと入れた方がいいかもしれない。全然多分。いや、先っす。いや、いいよね。かすかに味するんですけど。でも麺がうまいっすよ。シンプルに。ハンダ？ハンダの。久しぶり？ハンダの。いや、ほぼ食べてないっす。特殊の。ハンダ？ほぼっていうか俺、食べたことないっすよ。ハンダ？あ、ネギ俺使い、あんま使わないのよかったか。今後使いたいよ。いや、全然いいっすよ。切ればいい話っすよ。間違いない。ネギはいける。これはいけない。あ、これもある。生姜は基本食べない。え、マジで入れてない？入れてます。マジで余計なことしたこれ。はいはいよ。じゃあこれ持って帰るわ。持って帰ってください。ピエンだね。輪ゴムある？輪ゴムはなんかさっき出ましたけど、確かなんかあったよ。最悪俺のこの輪ゴムとか。ごめんなさい、俺分かった。揚げ玉を控えるわ。揚げ玉はそうっす、控えてもらったわ。ほんに揚げ玉控えるわ。肉が楽しい。間違いない。もうちょっと
多分ちょっと薄いぐらいですかね。うん、ミクロス少ないですか。ちょっと硬い骨、ね、脂身骨は切ったんですよね、できるだけ。もうちょいかけますか、塩。うん、うん、ラーメンでめんつゆってどうなんですか。いや、絶対美味しくないでしょ。うまいですね、人たち。うまい。マジ結構入れた方がいいです。確かに半分いったもんね。美味しいですけど、でもめっちゃ多い方が美味しいです。ああ、そうだ。でもいっぱいあるから大丈夫。僕持ってきたから。あ、美味しいですか。美味しい。普通に。うん。よかったね。なんとなく、なんとなく成功したね。なんとなく、はい。でも怖いですね。店員は。怖いそうに見える。いやいや、だいぶいい方、いいよ。俺ドイツよりいいって感じる。あ、そうなんですか。うん、肉はシンプルに美味しい。間違いない。なんか違う肉も試した方がいいんじゃないですか。やだ。まあ、あのパックに入ってるやつとかさ、分かってる味の方が、うん、あんまり冒険しないタイプ。やばい、いい風味。これでも足りないかな。足りないと思う。足りなくはないですけど、うん、多い方が、多いのかしら。もっと欲しいってなります。多分もっと入れても全然いいなってなります。天かすがうまいっす、やっぱ。もうちょっとかけりゃなかったね。そうめん意外といいっすね。なんか、ラーメンとかより。あー、いい？あんなそうめんいつでも待ってますよ、だね。いつでも。住所は教える？住所は教えれない。ヘルシーだもんね。食べ過ぎちゃうんで。俺そうめんも控えますわ。いつも食べるのが。いやいや、食べてください。手の部屋やっぱなかなか。あ、確かにそうだね。変わんない。あんま変わんない。そうなんだ。そうっすね。こういう感じだよ。結構ふざけるタイプですけど、どっちが2人とかで食って別に、あ、お互いのあれテンションがあれ多分結構。いや、あの人だってなんか真面目そうだもんね。真面目っすね。一緒にいたら楽しそう。はい、やっぱ入れたくなりますよね。うん、入れる、十分だけどみたいな。入れる、あとで。いいよ、それしようですか。難しいじゃないですか。おや、ちょっと恥ずかしいじゃないですか。わかるわかる。そんな隣ですよ。わかる。恥ずかしいし。けど、周りの選手聞いて、いろいろしてんだなと思って。何言ってるの、周りの選手。毎月いくら渡してるとか。あ、それは、渡してる？渡してないです。やりすぎってのも変ですけど、うん、母の日とか誕生日の時は、結構選んでとか、
古いものないかなとか探したりしてあげるようになりました。それも最近ですね。早いよそれ。そうっすね、なんかね、うん、してあげようじゃないですけど、うん、なんか普通になんすかね、嬉しいだろうなと思って。ずっと一緒にいられるわけじゃないし、うん、4人も育ててきたっていうのも変ですけど、まあね、まあ、何かしら。でもだって全然生活一緒にしてないでしょ、もう高卒からだからさ。だって寮でしょ、高校も寮で。まあ、本当にね。で、ポルトガルに来たがってないっていうのもと思うよ。来たがってんのかもしれないですけど、ね、ただ言ってもないだけで。ちょっとエビを、エビ行こう。これ完全に背負ったあるかもしれない。違います、なんか。いや、でも違う、大丈夫ですよ。もっと外っすよ。もっと背負ってだから背だもん。そうっすよね。って思いながら今俺感情出ないんですよね。知ってるよ。負けた時とか外に全然出ないです。一切出てない。出てないですか、うん、泣けないし。別に泣かなくてもいいじゃん。いや、泣くのいいじゃないですか。ちょっと俺憧れるんですよ。泣いてみたいんだ。試合負けて泣くって。あ、なんか青春だよ、うん、まあまあ。俺高校の時とかめっちゃ悔しい気持ちもあるんですけど、なんかなんとなく分かんないですよね、その表現の仕方がね。分かんないんで、で、なんかやっぱそういう雰囲気になるじゃないですか。負けたらね、こう合わせなくちゃってなっちゃう。それダメだね。余計だからよく分からなくなっちゃう。よく分からなくなっちゃう。それダメなんですね。そうなんだ。エビ美味しい。うまいね。ビッグワンに教えてもらって。はい。全然言ってること伝わらず。結局どれだみたいな。分かって売ってる。間違いない。そんなこと聞くなよと思いながら。最初にね、あの、タム会とやったんですよ。そうっすね。あの時なんで登場してきたんですか、役に。なんですかね、俺覚えてないですよ、あんまり。だタム会のお願いされたわけでしょ。お願いされて、はい。マホ出れるみたいな。はい。出れるって感じ、それとも出るって感じ。出てくれる。多分出てくれるみたいな感じです、うん、で多分、でもその時は、その時の気分の時なんです。気分嫌やん。気分嫌っす。その時多分その日の気分でしょ。その日、あ、別にそんな多分決めつじゃないですか、いつ、うん、いつ、どこってか、うん、ズームだったんですけど、多分例えば何時にやったか覚えてないですけど、あの前に予定があったら多分俺は出てなかった。あ、今あそこ出てなかったんだけど、今いない可能性あるから。まあそうっす、確実に、うん、間違いない。めっちゃバカだけど大丈夫なんですか3回はで俺が選ばれたんですか。いやでも選ばれたっても最終で今野さんが来てロナック確かね、誰だっけな、ちょっと思い出せないな。バカだけど大丈夫みたいなバカではないですけどねいや俺は別に何も言ってないからね。俺は言ってないよ。俺は何も言ってない。自分でそんなバカだとは思ってないですけど。どうっすか、どうすか、傍から見て、この2年半、え、それもさ、2年半通して、いや、まあ、動揺して、すらちゅうメンツの中に落としてもらったんやんけ。何も考えてないと思いますけど。